友達 TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、10月8日第97回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速武田邦彦先生をご紹介します。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに皆さんにお知らせがございます。10月23日の土曜日午後2時から山形市民会館大ホールにて武田先生の講演会がございます。概要欄にチラシが表示されるページをリンクいたします。チラシに記載の QR コードを読み取ってお申し込みいただくようになっておりますので、ご興味のある方はぜひお申し込みいただければと思います。なおですね、こちら主催は友達 TV ではないんですけれども、もしご不明な点がございましたら何かしらのご案内ができる可能性がありますので、概要欄にございます友達 TV のメールアドレスへお問い合わせいただければというふうに思います。以上、最初にお知らせでございました。それでは早速番組の方を進めてまいります。最近の話題を中心に視聴者の方からいただいたさまざまな質問を取り上げながら進めていきたいと思います。まずは視聴者の方からこのようなご質問をいただいております。日本が落ちていく前に、そして新首相の経済政策はということです。先日の虎ノ門ニュースで日本人の収入は30年間変わっておらず、消費税の導入でむしろ収入減となり、その間にアメリカや中国は収入が増えているという話。トップが変わってもまた同じようなことを言っていれば間違いなく二流国になると思いますが、どうすればどん底に落ちる前に日本を回復させることができるのでしょうか。もう手遅れなのでしょうかというもの。そしてもう一つ、最近お子さんが生まれたという方からは、お子さんに良い日本を引き継ぎたいという思いを綴ったお便りをいただいております。それから新首相の経済政策についてのご質問がありましたので、続けてご紹介いたします。岸田首相が新しい資本主義という言葉を使っていました。成長と分配ということはむしろ社会主義的な要素が加わるのかなと思いましたが、分配するには成長がなければ分けるものもないので、言葉通りなら期待してもいいのかなと思います。ただどうやって成長するのかという具体的なことまではよく見えないので、武田先生が首相に助言するならばどんなことでしょうかというお話です。そうですね、はい、一番最初に私が虎ノ門ニュースで示したグラフをね、まず現実はどうだったかっていうのを見てもらいたいわけですが、これが民間の平均給与ですね。民間の平均給与で、これ読売新聞がなんか出したもの、出した時事通信ですか、はい、でこれが1989年ですから、だいたい消費税が始まったのはここですね。それからここでバブルが崩壊しまして、そしてまあバブルの直前でしたから、この時はまだ給料上がってたんですが、バブルが崩壊してここからですね。ですからまあだいたい消費税が開始されてるから、まあだいたい我々の給料は平均して430万のまま、まあ30年間続いたと、まあ、いうことなわけですよ。でこういうことって普通ありえないんです。なんでありえないかっていうと、人間っていうのは必ず努力するんですよ。毎日改良したりなんだりね。だから必ずその分だけは給料が増えていくわけですね。ところが給料は変わんなかった30年間。しかももう一つはここのとこ消費税ゼロだから、ここは消費税 10% っていうことは、購買力としてはこの時に1万円出せば1万円のものが買えたのに、ここは1万円出して9000円のものしか買えないから、実は433万から43万を引かなきゃいけないんで、実は実質的には390万ぐらい。だからこの我々は30年間一生懸命努力してきて、それでこの390万まで落ちちゃったっていうことなんですね。でもちろん平均ボーナスも、もう我々はボーナスもまあいわば政権の一部ですから、まあ、それも90万からまあ大体65万ぐらいまで減ってると、まあ、いうことでですね、まあ、もちろんこれには民主党政権というまあ非常にひどい政権がありました。で皆さんは政権がダメでも生活にはあんまり影響ないだろうと思っておられるかもしれませんが、実はこの下がりは民主党の時ですね。ですから、まあ、もちろんこれリーマンショックもあるんですけども、リーマンショックと民主党でドーンと下がって、それでまあ回復できなかった。でこれで安倍首相でなんとか回復したけど、やっぱりまだそこのとこまで行ってないってことですね。それで、まあ、これは虎ノ門でお話したんですが、この間のアメリカ人の平均給与は3倍になってるんですよ。ヨーロッパが 1.5 倍ぐらいになってるんです。それから中国が5倍になったんですね。じゃあなぜ日本先進国では、だから
日本、アメリカ、ヨーロッパ、まあ、中国は先進国じゃありませんが一応入れるとね、そういう国の中でなぜ日本だけが実質賃金は変わらず実質税金が増えてということになったかということですけどね、まあ、非常に大きな目から、あんまり大きな目から言うと分かりにくいかもしれませんが、順序よく大きな目から言うと日本の文化を全部捨てたんですよね。で、日本の文化ってのはどういう文化かって言ったら、偉い人、力ずくじゃない文化なんです。力ずくではない文化、金があるから、軍隊がいるから、それこそ腕力があるから、そういうのが上に立つっていう、そういう文化じゃないわけですね。まあ、天皇陛下は後ろに兵隊がいないけど、ダメだと、織田信長は攻められないと私いつも言うんですけども、こういう国はもう日本だけなんですよ。これを反映して現実の社会ではどうだったかっていうと、会社は従業員のためっていうのが、もう僕なんかが1970年80年まで働いておりましたけど、会社はですね、実は平社員の平均賃金に対して役付きの平均賃金 1.2 って、ね、そんなほとんど平等社会だったわけですよ。それは平社員の給料 1.0 に対して役付き 1.0 だったら誰も役付きになりませんよ。やっぱり役付きは辛いですからね。だからそのもう最大限平等だったわけです。それから年功序列制ってのは良かったわけですよ。実力主義はいいんですよ。実力主義ってのは力づくなんですよ。実力の力だからね。だから力のあるものが上に立つべきである、これに染まっちゃったんですよ日本人が。日本人は違うんですよ。実力、東大出てようがどこ出てようがね、実力があってもなくてもみんな人間だから、まず人間というのを大切にしようじゃないか。そうすると、まあ、年を取った人を尊敬すると。だから僕はまあ実力があったから会社でもどん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 役付きだけは増えていったけど給料は増えないんですよ。これで逆の現象が起きてるわけですね。僕がよく工場でしたから海岸プチにあって、それからまあ10分ぐらい歩くと電車に乗るわけですよ。それで本社になんか行くと、そう、僕なんかまあエリート社員でしたから、だからもう毎日のように本社から呼ばれたりしてもう忙しくてしょうがないですよ。そうすると午後の5時頃ね、会社体僕はそれから本社に行かなきゃいけない。そうすると通ると駅の近くのいっぱい飲み屋で仲間が、まあ高校卒業とかそういう仲間がね、武田先生が武田さん頑張ってねと声かけて、本人たちはいっぱい飲んでるわけですよ。ほんでそういうふうなのが日本社会だった。つまり江戸時代と同じでヘビーなデューティー、重たいその責任は武士にかかるけど武士は貧乏だって、そういう状態だったんですね。だからそれで我々は何をもって働いてたかってお金じゃなかったわけですよ。そのいわゆるエリート社員っていうのはお金じゃなくて会社のため、従業員のため、日本のために働いてたんですね。それがやっぱり日本は素晴らしく良かった。だからそれが高度成長でありジャパンアズナンバーワンになったってことですね。もちろん女性もそうですよ。女性には衣食住という権限が与えられて、それで他もう衣食住以外に権限ってないんですよ生活では。まあ、皆さん今間違ってましてね、子供を育てること、家を守ること、着物をちゃんとすることっていうのは何ら人生に関係ないと。外行って会社で上司にペコペコして、そして満員電車に乗ってっていう方が偉いと思ってるわけです。それはもっぱら金なんですよ。じゃあこれが崩れたのはいつかっていうと、要するに日本のシステムは結婚したら、妻が主人で、それで夫は派遣労働者だから、夫は帰ってくると妻に給料を渡す。それで一つの家庭は一つの団体であって、妻のお金とか夫のお金ってなかったわけですね。これが日本なんですね。ですから、だからこそ日本は戦前、まあ僕らの時代もそうですけど、ほとんど 100% 渡したわけですよね、家内にね。だからそういう時代、そういうそのなんていうかな、みんな間違っちゃったわけです。日本文化は力づくではない。だから東大出てるから、お金があるから、腕力が強いから、男の腕力が強いから男の方が上で女を服しろと。それから東大出てると学力があるから、高校卒業は小さくなってると。これは全部力世界だけど、日本は全部それ否定してやってたわけですね。ですからもちろん全員の力が結集するわけですよ。ところがだん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 西洋かぶれ、もしくは
西洋がいいと思ってる人たちが多くてコンプレックス持っててですね、それで結局のところどん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 西洋化した、家庭内も西洋化して、結局ご婦人は、ここに書いてありますけど、ご婦人は今ね、女性はもう男が忙しいんですよ。これは勤めのやつだけですから。でさらに今度今改正をされようとしているのが、136万までの扶養家族は課税されなかったんです。106万に下げるってわけです。どん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 西洋化していくわけですね。扶養家族っていうのはね、概念は日本にないんです。結婚したら夫と妻は共通の財産なんですよ。ところがそれでこの前僕ちょっとこの頃の考え方聞こうと思って、非常にベテランで優秀な社労士で、人がおられる、その人にちょっと電話して聞いてみたらね、はい、武田先生、僕はねお母さんの労働は365日24時間休みもありませんが、労働の専門家から言ったらこれはどういうふうに評価されてるんですかと言ったらね、なんで労働基準監督局は各家庭を回ってお母さんは労働基準法に反してるじゃないかって言わないんですかって言ったらね、お母さんの労働は労働に認められておりませんって言うんだよね。差別じゃないですかと、国民の差別じゃないですかと。そういったらヨーロッパはそうなっておりますから、つまりヨーロッパはもちろんそうなってるんですよ。だって男しか人間と思ってないわけですね、もう前から。僕はこれ全部日本の教育が間違ってるわけだけど、フランス革命で人は平等であるねって習ったでしょ、みんなみんなそう教えてるんですよ。あそこで書いてあるマンという単語は白人男性なんですから、だから白人男性同士は平等ですって。それで女性が参政権を得たのはフランスはそれから150年経った1946年、それを全部嘘ついてるんですよ。もうこれはもうはっきりとね、もしこれは学校の先生がね、授業されてたらもう嘘だと言った方がいいんですよ。これは嘘ですからね。フランス革命が平等博愛の全く女性は人間じゃないとすれば平等博愛っていう、そんなことはねおかしいわけですよ。それから見たら日本は、2000年前から女性と男性は平等っていうか、比較もしないっていうね。それで衣食住の権限を、その女性に与えていた。ところがなんでお母さんの賃金っていうのが、お母さんの労働が認められてないかっていうと、その家庭内労働とか家庭内の作業っていうのは、だから親父は派遣労働者で帰ってくるわけだから、だからその奥さんと比較してどっちが収入があったなんていうこと自体がもう全然日本じゃないんですよ。それで家庭も崩壊してしまう、職場も崩壊してしまうということで、それ何が起こったかって、具体的には力がある者が金を取るなったんです。それ次のちょっとね、これちょっとまとめてきました。プレゼントオンラインで溝口さんという方が記事を書いておりますけども、 Facebook ね、 Facebook なんていい会社っつってじゃないですか、ものすごくいい会社で、これ特別なんですが、従業員の給料中間値が1年に2620万なんですね。アメリカの会社ってこういうとこ多いんですけど、それがトップが9億6000万円、まあ倍率37倍、ファイザーね、有名なファイザー薬のね、従業員の中間値は972万、トップが30億、それから GM が、 GM ってあれです、自動車の会社ですけど、従業員の平均値が811万、それからトップが24万ドル、24億円、ね、倍率が300倍、それから GE っていうのが車の会社ですね、トヨタみたいな会社、従業員の平均が623万トップが10億ということになってるわけですね。それでマクドナルドっていうのは世界、マクドナルドの世界っていうと低開発国が多いから平均賃金は75万円しかないんですけど、トップは23億取ってる、3160万。それでね、これはいろいろ、フェイスブックはちょっと特別なんですけども、有料会社でこういう給料の多いところもあるっていうことと、大体アメリカの会社っていうのは大体700万から1000万取ってるんですよ。で単純に計算すると1200万ぐらいになるんです。いろんな計算法があるの、例えばあそこはやっぱりアフリカ人、黒人っていうか、そういうのもイスパニア人とか多いんでね、白人という日本のように単一民族で取ればやっぱり1200万ぐらいになるんです。ただ日本が今430万から、消費税を考えれば300
400万ぐらいになってるでしょ。やっぱり全然違うんですよ、桁がちょっとね。僕らもやっぱり1000万クラスの給料が平均して取れれば随分生活は楽になると思うんですね。まあだからそういうことで、これはね何を言ってるかって言ったら、力のあるものが金取っていいっていう考えなんですよね。もうみんなそう思ってるんですよ今。力のあるものが金取っていい、いや力があるものが金取っていいっていうのは全然原理原則でもない、何でもないんですよ。日本の考え方はね、人間は金取ってもいいなんですよ。その次か3番目ぐらいに、それはあの金、あの能力がある、売るのがうまい、東大出てる、まあ少しマシにしとこうかというのがね。だけど基本は年功序列だと。だから40歳でものすごく切れる東大でよりか、55歳の高校卒のが昔は高かったんですよね。高かったんです。だからそれが大切だと。やっぱり僕らは人間で会社を構成してるわけだから、人間がまず第一ですっていうことですね。で僕はあの商法改正をしようと、まあ、頑張ってるわけですけど、結局現在の商法は株主、金を持ってる人が一番最高権限持ってるんですよ。だけど会社っていうのは従業員がまず努力しなければ会社にならない。それから次には土地とか場所とかを貸してくれる日本国っていうのがなきゃダメだ、まあ、日本列島ね。それから経営者、それから株主、それから日本文化、みんなで一生懸命働こうよっていう日本文化、これが、それから毛毛率が低いとか、それ全部ね、教育が高い、全部5つの要素が合わさって会社の収益ができる。株主だけ威張らなって言うんですよ。それでまず第一に日本の、あの日本社会がダメになったのは欧米かぶれなんですよ、うん、その欧米かぶれで一番いけないのは、力がある人が人間として価値がある、違うんだ。あの重要なのは努力すること人たちの集まりが一番いいわけですよ、ね、みんな努力しなかったらダメだから、真面目に働ききちっとやればね、その人の能力とかそういうものは気にしないと。そういう社会の時に日本は一番良かったです、ね、もちろんですよ、もちろん欧米もそうですよ。で社長の給料が上がる、10億とか今取る人もいる、日本でもね、みんなアメリカがそうだから取る、株主も取る、これでもうものすごい富裕層が富裕な生活してる、実際に働いてる人が貧乏だ、これで国がねうまくいくとはもう絶対思えないんですよ。だから日本みたいにまあ資源も少なくてね、みんなで国で努力していかなくならないという会社、あの 国がね、その欧米の真似をして、それであの勝ったものが総取りだっていう社会をね作ったってね、それはダメなんですよ。これ2つ、あだからちょっと、ま、前に戻ってもらうと何でしたかね、テーマは。あだから日本が落ちていく前に一番するべきことはね、やっぱり前の日本のシステムとは古くもない、前近代的ことない、間違ってもいなかったわけですよ。実は一番正しかったわけですよ。ところが間違ってるヨーロッパの文化を入れて日本を下げちゃったわけですよ。だからまあ女性の問題もね、女性も家事労働が減ってきたわけだから、女性は外で活躍できるわけですから、それはそのあくまでも日本の精神、つまりもともと男の所有物であった女がどのくらいできるかってことじゃなくて、当然賃金も同じなしかないんですよ。で同じっていうかな、日本はね男女を比較するということをしない、女は女でね、独身の場合のそういう分配なんかは今後考えていく必要があると思いますね。ですからそれがもう一つ、それから、まあ、それから文化の面ですね。文化の面で直さないとそれはダメですよ。それはもう良くなりません。だから政治ももちろん文化に乗り込んでやっておかなきゃね。それからもう一つ、経済政策で一番重要なのはね、後退しないってことです。ですからね、石油がなくなるって NHK 言ったでしょ、石油ショックで。あれは嘘で、石油会社、メジャー石油会社がバレル2ドルの石油をバレル20ドルにしようとして、10倍に上げようとして作戦を練って、それで石油がなくなるっていうシナリオを石油会社の技術者に書かせて、そしてそれでまあ、成長の限界とか今で言ってる持続性全部そうですけど、それがベースになって、それでそれは NHK 全部知ってるはずなんで、僕は知ってるぐらいだから知ってて、かつこれは NHK があの時ね、これは石油がなくなるんじゃありませんよ、もう今事実で分かってますけど、石油がなくなるんじゃありませんよ、
これは値段を上げようとしてるんですよと、皆さんの買うガソリンが3倍とか5倍になっちゃいますよって言って放送したら違ったと思いますよ。事実もそれから50年経って石油ベースなくなってないんですから、あれ嘘だったわけですよ。もちろんゴミもそうですね。ゴミであふれる、ゴミであふれる、だからゴミが少ない方がいいっていう幻想を作ったのもやっぱり NHK ですよ。まあテレビって言ってもいいけどね。ゴミが多くなきゃ経済は発展しないんですよ。当たり前ですよ。だって買えばゴミになるんだから。その無駄遣いしないっていうのとゴミが少なくていいって違うわけですから。だからじゃんじゃん買わなきゃいけないわけですよ。それから一時ほら包み紙を減らすなんてあったでしょ。ね。あれ包み紙ってのは消費の意欲を高めるわけですから。例えば綺麗なクリスマスのやつに綺麗な包み紙がある、あれ何のためかって言ったら、人間は物だけで生きてるわけじゃないわけですよ。精神的なもので生きてるわけですよ。だからプレゼントもらうときは綺麗な包み紙があった方がいいわけですね。ですからそういう点で間違ったってことで、もったいないという文化をなくさない限り経済的には発展しません、うん、ですからね、電気をこまめに消しましょうとか、水はもったいない、水なんかもったいなくないんですから。800億トン日本に降ってきたやつのほんの生活に使ってるのは 1.5% にしか過ぎないんだから、あと全部海に流れちゃってるんですから、もう話にならないんですよ。森林もそうですね。森林の木っていうのは30年から50年に一遍切らないと、もう森林が荒れちゃってどうにもならない。それをリサイクルだとかなんとか言って森林切らなくする。で今頃になって今度は逆にこうプラスチックはダメだから木使おうっつって紙のストローなんかになってる。あれ結局森林使うってことですから。だからそういう点ではですね、その環境もそうですけど、もともとないもの、外見りゃ分かるわけですよ、ね、外見りゃ空気もきれいだし何もきれいだ。テレビは違うこと言ってる。異常気象もそうですよ。この前ある女性の方が、武田先生こんなに異常気象だからって、雨もいいっていうか、いや雨は1950年よりか今の方が少ないんですよ、っつってるわけですよ。だから全部騙して騙して、そしてその金は今どこ行ってるかって、みんな経営者とか、もちろん消費税の 10% は誰が使ってるかって、官僚が使ってるわけですから。だからその庶民の金を引き上げて、怖がらせて引き上げて、そしてやるっていう方でしょ。だから定年もなかなか上げてこないわけですね。これは20歳から50歳までの人の平均の資産が1300万一人当たり、50歳から80歳の同じ30年間の年寄りの平均資産がその3倍以上の4300万、こういうふうになってるのはなぜかって、それで貧乏な方が年金払ってるんですよ。で貧乏な方が年金払うような社会じゃね、発展しないですよ経済が。だからもう少し、それから福祉に金を出す、福祉を金です、みんなが賛成する。福祉に金を出せば出すほど老人は早く痛むんですよ。これはもう実証でも分かってるし、福祉の人みんなそう言ってるわけですよ。だから年金額を減らして、その年金額を減らすためには何をしたらいいかって言ったら、現在の定年60歳を75歳にするってことですね。まずは定年75歳にして、もちろん年取ったって、若くたって病気がちの人、体の不自由な人いくらでもいるわけですよ。それはまあ生活保護っていうのが少し言葉が汚れてきたから、生活支援で支援しますよと。だけど基本は日本の文化っていうのは全員が働きますよってことが基本文化だから、だって勤労の義務っていうのがあるんだから憲法に。だからもう今はね、年寄りはね日本人扱いしてないんですよ。お前らもう年取ったからいらねえよっつってるわけですよ。しかしいらないよったって、人間ご飯食べていかなきゃないから、若い人がその貧乏なのに金をやるって、そのむちゃくちゃになっちゃってる。それなんでむちゃくちゃかって言うとね、桃子さんね、全部天下りです、うん、もうほとんど天下りです。尾身精神ですよ。尾身さんって言いたいでしょ。自分が病院を250ぐらい統括して、ベッドが足りない足りないって自分で言っときながら、自分の病院のベッドは 40% 空いてると、しかもその二類用だと、そういうやり方なんですよ。それはもう目で見て分かってるし、報道もされてるのにね、日本人はね、俺も真面目に働いてるから尾身さんも真面目に働いてんだろうと思ってるんだね。全然違うんですよ。これはもうコロナの問題とかワクチンの問題じゃないから、その政府をやってる人の腐り方の問題ですよ。それからまあ野党なんかもほとんどあれ制度あれが出てきませんからね。その意味で岸田首相の新資本主義っていうのは日本精神に帰れってことなんですよ。ただいけないのがね、儲けさせておいて税金で取るのがダメなんですよ。
これはね逆なんですよ。儲けを労働に対して貴重にね、だから働いてる人の労働、力がある人じゃなくて働いてる人に、まあ簡単に言えば年功序列ですよね。それで給料を配って税金は平等に取る。そうしないと儲けさせると人だけ儲けさせて、そこに重税かけると努力した方が損だってことになっちゃって、やっぱり社会が崩れるんですよ。だから 1.2 倍でも 1.5 倍でもいいけど、やっぱりその実績を上げた人には少し少しですよ、同じ人間だから食べるものもね、いや1000円の寿司と1200円の寿司の差はいいんだよ、1000円と2万円とかね、そういうやつはダメですよ。だからまあこの辺ね本当にそうでね、今が本当に考え時、今ねやっぱり30年失敗したわけだから、だからこれを我々大人は選挙民がね今度投票するときにも自民党とか既存の野党なんかに投票してたらダメですよ。じゃあ投票するとこないっつったらもう小選挙区だしいないから、選挙区にいない人の名前書かなきゃダメだ、候補者じゃない名前をね。でもやっぱりアピールしないと、こんな選挙をなんでさせるのかっていうアピールを我々自身がしないとダメですね。はい、はいはい、続いてはこちらの話題に移ります。近未来都市2024年にも第一期開業かということで概要です。トヨタ自動車子会社で自動運転などの実証実験を行う近未来型都市ウーブンシティの建設を担うウーブンプラネットホールディングス最高経営責任者は5日、2024年から25年の間に第一期が開業を迎えるとの見通しを明らかにしました。来年から建屋の建設に入り、第1期の開業後に都市機能の順次拡大を考えているとのことです。ウーブンシティは静岡県裾野市のトヨタ工場跡地に建設され、人が実際に暮らしながら自動運転車や人工知能 AI ですね、水素エネルギーなどの先端技術を検証する拠点になるということですけれども、そうですね、あっという間ですね。2024年、あなたが言ってたら2024年ですぐでしょ、はい、だからね新しい社会これいいですよ、はい、内容的にはいい、新しいものにどんどんチャレンジしていかないと世の中良くなりません、はい、だけど注文があります、はい、まず最高経営責任者みたいなね、アメリカで使ってるの言葉使うなとね、社長って言えて、社長って CEO ってやつですか、 CEO もう小池論理ですよ。だからそれがまずダメだ、はい、それからねここで生活した人が寿命が伸びるのか幸福が上がるのか、そこに焦点合わせないとね。やっぱり何のために未来都市なのかって言ったら、我々国民が幸福になるための未来都市だから。確かに。そんなね実力のある人が金取ったり最高経営責任者があんな1億も取ったらもう全然この意味がないですよ。っていうことはどういうことかって、最高経営責任者僕1億以上取ると思うけど、1億取ったらね、それが未来都市なのかってことですよ。我々の未来はそうなのかってことだから、うん、ね。したら一部の力ある人が1億取ったらそれは 5% しか取れません。あと全部は300万ぐらいでヒーヒー言わなきゃね、はい、そんなのは未来じゃない。だから技術だけが未来になって心が未来にならなかったら未来都市じゃないから、だからどんどんやるのはいいけど、うん、そこはやっぱり気をつけてほしいと思いますね。そうですね、はい、続いてはこちらです。パンドラ文書という言葉、はい、こちら概要です。国際調査報道ジャーナリスト連合 ICIJ は3日、イギリスのブレア元首相やヨルダンのアブドラ国王ら世界の首脳ら35人がタックスヘイブンと呼ばれる租税回避地を介した取引に関わっていたと発表しました。政治家や政府高官の関与は91カ国地域で330人以上に上り、税逃れの防止をめぐる議論が国際的に活発化する中でも多くの指導者が租税回避地を利用してきた実態が明らかになったとしています。ICIJ は各地の法律事務所など14社から1190万件以上の内部文書を入手し、これをパンドラ文書と名付け、世界各地の150報道機関が600人以上を投入して2年をかけて分析したそうですということです。大体ね、タックスヘイブンでね、はい、なんとか感染ってあったじゃないですか、なんかワクチンしてから感染するやつ、あ、ブースターとかそういうことですか。ブースターじゃなくて何だっけ、忘れていいんですけど要するにね、物事を複雑に言って、はい、事の根本を分からなくするっていう手法はいつでも行われる、はいはい、タック成分っていうのは脱税方法なんですよ。そうですね、脱税方法、はい、法の網を逃れた脱税なんですよ、うんうん、で法の網で逃れた脱税も人間らしくていいんですよね。
まあそういうことも人間したくなるから、それやる人たちはね、町のチンピラとか反社の人がやるんですよ。だから反社なんですよ。だから脱税とかそういうものをしたいと思う悪徳業者ね、そういう人たちはどう呼ぶかって、悪徳業者とかチンピラとか反社とか呼ぶんですよね。その名に首相とかね、大きな会社の社長とかなんですよ。だからそれはね、はっきり脱税と呼ばなきゃいけないんですよ。今あのなんか大御さんが複雑に言ったじゃないですか、タックス成分ですか、タックス成分とか、はい、なんか言ったでしょ、はい、だからそれはあの何ですかね、あのだからこれからまあタックス成分なんか言うときは必ずあれ脱税組織なんですよ、簡単に言えば、うん、僕細かく説明できますけどタックス成分のね、うん、成り立ちとか、うん、だけど簡単に言えば1億の税金払わなきゃいけない人が100万で済むようにやるっていうことです、うん、海外に移したり口座をこうしたりもうガラガラやるとね、そういうことができるわけですよ。これはねあのね江戸時代の松野で誰だったかな、どっかの大使がね言ってるけど、その日本でもやっぱりそういうことあったんですよ、うん、日本文化でもあったの、はい、こう言ってますよ、わずかな商人が、うん、お金はあるのにますます脱税したりとかって書いてあるね。お金ってのは魔物だから、まあお金をなんか本部さんお金もらった方がいいような気がするけどね。だけどお金もらえばもらうほど人生は貧弱になるんですね、貧弱になる。だから首相になって金が入ってきたからその金を脱税して、あなたの人生は一体何だと、それで2万円の寿司食ったからそれがうまいのかと言いたくなっちゃうんですね。その状態ですよこれ。だからタックス成分なんて言葉をね、日本でまず使うのがねおかしいわけですよ。それからもう脱税しようという人はもう政治やる当たり前だって、ほら広島の法務大臣が起訴になったじゃないですか、はいはい、法務大臣ですよ。それが誰が見ても明らかな法律違反、今も書いてありましたよ、はい、法律事務所ってね、それ法律事務所という名前は使っちゃいけないんですよ。脱税事務所とか違法事務所とか、違法事務所、法律事務所がね脱税やらせてるんですから、それは法の網をくぐる悪徳、もう庶民は額に汗かいて一生懸命やってるわけですよ、正直に。その正直にやってる庶民よりか給料が高くて社会の指導者なんだからますます偉くなきゃいけないじゃないですか。だけどお年寄りでヨボヨボして歩くのが辛そうだったら、まあ車はいいですよとね。だけどあなたが脱税考えるだったら社会の指導者辞めたらどうですかと、あなた地獄に行っちゃいますよっていうことですよ、うん、だからもうこのパンドラ文書とかね、このパンドラ文書っていう言葉はパンドラの箱っつってバッと開けると悪魔が出てくる、つまり見かけはなんか普通の箱なんだけどっていうやつだけどね、それはだからパンドラ文書っていうの難しい。僕はねタックスヘイブンとかねパンドラ文書とかね、そういう言葉を使うのはエリートが、お医者さんが昔ドイツ語使ったとも一緒なんですよ。自分たちの徳を自分たちのソサエティだけにするためにそういうの言葉を使う、ね、ブレイクスルー感染か、だからブレイクスルー感染だのファンダラの箱だと、ね、タックスヘイブンだとかもね全部ね悪さを隠す、うん、それはまあ良くないですね。もっと人間は明るくいかないと覚えにくくてね、なかなか思い出せなかった。だからこれひどいんですよ、はい、なんか10年ぐらい前それがバレて、うんうん、わーってやられたんですよ、はい、でだけどまだ力で抑えてね、明らかになってない部分があるわけですね、はい、だからそんなのはもう全部クビですよ。だけど僕ら選挙権あるからね、やっぱりそういうことをやった人、やった会社関係の人、はい、大きな会社もものすごく関与してますから、まあ、それをねもう投票しないということですね。投票権は圧倒的力ありますから、はい、もうなんか今度総選挙あってね、はい、お願いしますなんて言った人は絶対ダメと、政策を言わない、日本のためにって政策を言う、しっかり政策を吟味するってことですね。そう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 、はい、続いてはこちらの話題です。中国の一帯一路に関わった途上国、天文学的負債を抱えるということで概要です。9月30日のアメリカ CNBC 放送によりますと、アメリカ国際開発研究所の分析で、中国の巨大経済圏構想一帯一路政策がもたらした中、低所得国家の隠れた債務が3850億ドル、日本円にして約42兆7500億円に達するという結果が出たそうです。
同研究所によれば、以前は一帯一路に関連して中国が支援した国際開発金融は政府や中央銀行のような国家機関に集中していましたが、現在は約 70% が国有企業や銀行、民間機関などに流れ込んでおり、これらの債務は国家債務に含まれなくても大半は国家が保証しており、しかも現在42カ国が中国に対し国内総生産 GDP の 10% を超える負債を抱えているため、今後さまざまな問題を引き起こす可能性があるとしています。このように中国は資源などの確保のために一帯一路で恩恵を受けるはずの国に大きな負債を抱えさせる結果となっていることが見えてきていますということです。そうね、これはどこのニュースですか。これはですね、ワウコーリアというんでしょうかね、韓国系の、はい、あのね、やっぱり今の聞いてるとね、はい、僕らも間違ってますね、うんうん、この本当の話の放送も、だって難しい言葉で言って、うんうん、分からなくしてじゃないですか。そうですね、難しいですよね。だからこれは何を言ってるかっつったら、中国が世界に覇権をね、俺の言う通り聞けというために金がちょうどある時に、今から10年か20年ぐらい前から日本が中国にいっぱい金あげたから、それで中国金太って、はい、その金で世界制覇しようとしましたね、思って貧乏な国ね、はい、にね、はい、もう無法な金を貸したわけですよ。そうです ね、 ね、うん、月給が10万円の人に 1億円ぐらい貸すわけで、まあやってくれよっつって、うん、だけど返せなかったらっていうのは墨の方にこう書いてあって、うん、まあ、最初に捉えたのが正論って今何て言いましたかね、スリランカ、スリランカの重要な港2つが取られちゃったんです、はい、担保入ってるから、うん、ね、だから本当の悪徳なんていうかヤクザみたいなもんでね、うん、それで貧乏なおばちゃんとか行っておばちゃん俺が金出してくれ、なんだクーラー全部つけて家なんかきれいにしてあげるよと、うん、車も運転席の車をつけてあげるから楽になるよっつって、うん、お金いくらいるんですか、いやいらないいらないよってね、うん、まあ一応この証書に書いてもらったらいいからっつって、そういうやつだ。確かに。それで5日も5年も経ったら来て、お前払えって言って、うん、いやその子払えないっつったらね、じゃあ家から出ていけっつって、その家取っちゃう、そういうやり方ですから、うん、だから もちろん天文学的なんてかっこいいこと書いてるけど、天文学的じゃなくて返さない借金なんですよ、うん、天文学的負債って返せない借金。確かに。そうなの、うんうん、だからおい、モンゴさん間違ってるよこれ、この番組もこれなんで天文学的負債なんて難しい名前使ってんの。あ、なるほど。天文学ってこれどういう意味ですか。もうなんていうんですか、単位にならないということですかね。それぐらいもう計り知れないという意味で表現したのかもしれないですけど、ね、あんまり桃子さんに文句言われて怒られちゃう、ね、お母さんから怒られる。いつの間にそういうキャラになったんですか。ということで、はい、これはどうなるか、これはね、習近平がやったかどうかはっきりしないんですよ、うんうんうん、ね、はい、これは中国でもね、グローバル勢力っていうのと、はい、中国人だけは良くしようっていうと2つあるんですね、うん、はい、で一帯一路ってはね、習近平が言ったんだけど、習近平の思想をこうよく見てるとね、うん、結構ナショナリズムとかいう感じっていうか、中国人が良くなればっていう感じなんですよ、はい、だからこういうやつはもしかしたらアメリカと中国の結託かもしれないですよ、うん、アメリカ人っていうのはヨーロッパ人もそうですけど、世界中の人を餌にして食っていこうっていう、うん、ね、だおばあさんを騙していこう、だおばあちゃんを騙してやるなんて何が悪いのってふんぞかりが書いてるわけで、これはヨーロッパ人とアメリカ人ですからね、まあ、日本人もごまかされてますけど、中国は非常に難しいんですよ。プーチン、ロシアのプーチンさんとそれから中国の習近平は我々がです、アメリカよりかは、アメリカよりかはずっとずっと我々が日本側ですね。ただなんか憎らしいとかなんか見かけが悪いってことあるんだけど、それは別にすると日本側です、うん、だから日本人は今欧米の巧みな戦術に乗っかって自分たち損してる、うん、まあ地球温暖化なんか一番いい例で、日本なんか温暖化しないのに周りが海で、温暖化しないのに中国の習近平とね、日本の首相と簡単に比べるとどういうふうに違うかっていうと、温暖化でですよ、中国は俺のところ温暖化関係ないから、温暖化なんか協力しないで中国人の財布を増やすのに努力しますと、こう言って今までやってきた20年間、それで今反映した。日本は温暖化しませんが、
温暖化する国があるらしいからとグレタが言ってるから、だから日本人に節約を進めて、それ日本人が貧乏のままで いてほしい、これは日本の政府のひどい政府ですよ。だからこういうね、これはだからこの一定の考え方、つまり今の常識の考え方で書くとこうなっちゃうね。だけどこれは違うかもしれない。一帯一路政策は間もなく破綻することを計画して習近平が罠をかけた、それに対して日本の政治家とか役人は一帯一路よりかひどいことをやってるっていう記事になるはずかもしれない、僕らはみんなもう全部ごまかされてますからね。そうですね、はい、続いても中国関連の話題で、視聴者の方からですね、興味深いご質問をいただいたニュースということなんですが、中国大手不動産会社経営危機化ということで概要です。中国不動産開発大手の中国恒大集団が経営危機に直面しているそうです。積極的な資金の借り入れと開発を行って急成長してきた同社は、2020年の売上高が日本円にして約8兆6000億円で、20万人もの従業員を抱える巨大企業となり、中国のプロサッカーチームも保有しています。しかし政府が住宅価格の高騰を抑制するため、不動産業界への融資を引き締めたことから、同社の資金繰りが悪化し工事中断も発生、借入金返済の遅れや債務不履行の懸念が生じています。危機が深刻化すれば業界全体に影響が広がり、中国の金融システムが動揺する恐れもあるとしています。中国では恒大集団以外でも大手不動産会社の経営危機や中小の不動産会社の倒産が伝えられているそうです。これに関する視聴者の方からの質問を合わせてご紹介します。このニュース、経済に明るくないので詳しいことは分かりませんが、中国は確か共産主義とか社会主義の国で、資本主義を批判したと習った記憶があります。計画経済で景気変動もないのが強みだった気がするのですが、株だの不動産だのというどう見ても資本主義にしか思えず、一体どう解釈すればよいですかという質問です。そうですね、もうこれはもう全然もう何にもないんですよ。ただ日本 あのマスコミが、はい、中国はみんな憎らしいから中国の悪口書きゃみんな本も売れるだろうと、テレビも見るだろうというのが下心が一つ、それからこれはね、物事としてはですよ、はい、まあちょっとダイエーに悪いんだけど、ダイエーなくなっちゃったから一応ダイエーのこと言うと、ダイエーと同じなんですよ。ダイエーが潰れたっつうのと一緒なんですよ、はい、不動産がバンバン売れたんで、ダイエーで言えばお母さんのマーケットの部屋見せつつやったらわーっと売れちゃったとね。で売れると経営者ってのは浮かれちゃうんですよ、偉くなっちゃったみたいな。ダイエーの親父中内さんはもともと八百屋の親父だったんだから、それでよかったんだよね。それで主婦に、主婦ができるだけ安い値段で買える店を主婦の店って言うんですよ、あれ。最初の名前がダイエーじゃなくて、はい、主婦の店、うん、それだけにしとけばよかったのに。金だってみんなからちょんちょんされるから、あれにも手出す、これにも手出す、プロ野球も買う、同じなんですよ。でわーってやるんですよね。そうするともう必ず破綻するんですよ。だってもうそれだけの能力もないし、もうそれ調子に乗ってやったわけだから、破綻して、そして倒れたっていうだけですよ。一企業は倒れたっていうだけです。それから共産主義ですからね、別段それで中国の住宅はもちろんまだ足りないんですよ、いくらでも。買う人がいないっていうだけですよ。要するに住宅作りすぎちゃったんだけど、みんなの所得もこう上がっていけばみんな住宅買いたいんだけどね。だけど下回っちゃったんで、この差があるっていうだけですからね。だからまあ中国の人にもっと金儲けてもらえばいいっていうだけのこと、うん、何の問題もないです、はい、それでこういうのを騒ぐのがね、本質論から離れて騒ぐんですよ。それで毎日をマスコミが過ごしてるから、だから日本経済変になっちゃったんです、だって中国がもう倒れる、1年後には中国が倒れるっていう本が15年ぐらい前から毎年ベストセラーと、なんだと一体倒産前のセールみたいなのがもう何年も続くみたいなそういうお店たまにありますけど、そういうことということですか。
じゃあ続いてはこちらの話題に移ります。トランプ氏ツイッターアカウント停止解除を求める仮処分を申請ということで概要です。はいはい。ツイッターはトランプ氏のアカウントについて今年1月の連邦議会襲撃事件を受けて暴力をさらに煽るリスクがあるとして永久停止しましたが、トランプ氏側はこれを表現の自由を保障した憲法に反する検閲行為だと非難していました。そして今月1日トランプ氏はアカウントの永久停止の解除を求めてフロリダ州の連邦地裁に仮処分を申請しました。トランプ氏は今年7月にもアカウントを凍結したツイッター、フェイスブック、グーグルの3社を相手取り凍結解除を求める訴訟を起こしていますという内容です。そうですね、まあ、日本はもう裁判所ってないんですよ。皆さんあると思ってでしょ、なんか建物だけは、だけど起訴されると 99.6% が有罪だから、だから全部政府側の決定になっちゃうから、もう裁判官というのは自分の金だけでいいんですよ。あ、だから日本の衰退って一番最初あったでしょ、あれは政府の衰退でもあるしいろんなところの衰退でもあるけども、根本はねこういうのでやると、まあ友達テレビだからいいけど、友達テレビの運営者はみんなもう離婚もしてるしいいかもしれない。ここで出てきますかここでその話題ですか、まあ、裁判所にお世話になったこともあるかもしれませんけれどもはいはい、それでね、その日本人自身が嘘つきになって、ここなんですよ問題は。我々の心、一人一人の心がいつも正直にお天道様の下では嘘をつかない、嘘は泥棒の始まりだというね、素朴な日本人の正しい道徳が僕らなくなっちゃってね、見かけ上作ればいいとか、そうなっちゃった、まあ、それがね、まあ、だけど今裁判のこと、トランプ氏のことは、これは非常に重要な問題で、我々の自由を阻害する、私企業が我々の自由を阻害することができるのかっていう問題は、もうこの際ちょうどいい機会なんで、もう十分にやってほしいんですよ、そうしとかないと。僕はいつも言ったように鉄道が突如としてなんか加齢臭のする60歳以上のじいさんを乗せないとかねまた極端な例を先生、いやいやそんなことないよ、だって満員電車で加齢臭が入ってくるとみんなが嫌がるからあの加齢臭チェッカーみたいなので、そう、匂いチェッカーでチェックされる人はどうとか医者に行って加齢臭なし証明書を持ってるやつだけ乗せるとそうだとたまらないわけですよ。なるほど、ね、はいはい、それに類してるわけですよ、そのいろんなことが、このことばかりじゃなくて、これはトランプさんのその、ね、辞任に関わる、辞任中かな、選挙に関わるところで、それ以外にもこの頃もうね、私企業がね、俺たち私企業だからって言うんですよ、ダメだって僕言ってるの、公的な私企業は憲法とか、そういうのに従ってもらわなきゃ困る、今までそうやってきた、もしもそうじゃなかったら独占禁止法をものすごく厳しくして、もう一つの企業は 10% ぐらいまでしかできないと、そしたら少なくとも10個の企業があるから、こっちの企業はダメならこっちの企業に逃げるとかできるけど、今みたいに独占禁止法がほとんどない状態でね、まあ、特にツイッターみたいな仕事は独占禁止法の、融和条項があるから、ほとんど独占禁止法が適用されないという意味もあるんですね。で、私鉄なんかもそうなんですよ。僕はいつもここで私鉄のこと言ってる、ホテルとか私鉄ね、あれはね、ここに路線があるとね、並んで路線引けないんですよ、認可されないんですよ、ね、だから結局あれは独占禁止法違反なんですよ本当は。別に私鉄がここにあったって誰かがその横に私鉄引くったり、薬局店とかホテルとかは全部何メートル以内とかって制約がついてる、ね、いいんですよ、そんなあんなの、もうこういうことだったらやめて、私企業が全てのことをできるんだったら大商業店舗、大店舗小売法とか全部改定して隣でいいと、ね、薬局の隣に薬局作って戦って勝った方がいいんだって、そういうふうにね、できるわけですよ。ところがそこのところは規制してるので、そういう規制の問題とこの自由という問題が根本的にどうかっていうことをね、まあ日本の裁判じゃ全然ダメだから、まあアメリカはまだ少しはいいですか、トランプがやってくれれば嬉しいですね、もうそれは僕非常に望みますよ、だから NHK が放送法第4条を全く守らないっていうのもそうですけど、最近企業が法律とかそういうのを守らなくなってきてるんでね、だからそれをきちっとやりたい、放送局が著作権法を守ってないのもひどいんですよ、著作権法っていうのは感情的なものであって独創的なものしか与えられないのに、事実っていうのは与えられないんですよ、どんなに努力しても
努力したから事実について著作権があるなんて全然著作権法に書いてないんですよ。だから自分がそこ行って取材してきました、取材の原稿は今著作権が主張かかるって放送局が言ってますよ。で僕は嘘だと思います。嘘っていうかね、いやそれはね法律に書けばいいんですよ。国会にね頼んでね、事実であっても努力した者には著作権が生じると書いてあればいいけど、書いとかないでねやると。で僕はある小さなあの放送局にこう法律こう書いたんだからこれで言ったらどうですかって言ったらね、なんつったとか結局訴訟に持ち込まれて、そのでかい放送局はそれの訴訟に耐えられるけど小さい放送局はそれで潰れちゃうから、武田先生我慢してねってことで著作の自由が奪われるわけですよ。だからそういう 悪人がね悪人が上の方にいちゃ厄介なんだよ。だから上の 悪人はさっきの脱税、託成分の脱税もそうだけどさ、この際やめてほしいね。うん、続いてはこちらの話題です。これも気になる、ね、はい、真面目な人とかね、うん、特に悪いことしないご婦人はね、はい、いいんですよ。何をですか？あのそういう政治に携わったりするのいいの。あ、はいはい、だけど、ま、桃子さんね、そういう真面目な人はね、うん、独走力がないんですよ。あ、だからそこでダメになっちゃう、はいはい、あの悪いことするやつは独走力もあるんですよ。確かに。だからその、うんうん、難しいですね、うんうん、昔政治家は女性を囲ってると、あ、はい、女性を囲わないような政治家は政治はダメだって、うん、本当にそうなんですよ。その女性囲われた方がいろいろアドバイス実はしてたりとか関わってたんですかね。だからね、実は人間の性質って難しいんですよ、うん、真面目な人が一番いいんだけど、はい、まあ真面目でない人がいいっていうのもあるんです。バランスが難しいですね。難しい、はい、続いても気になる話題です。はい、未接種者の解雇手続き始まる。アメリカユナイテッド航空の話題、概要です。アメリカユナイテッド航空の親会社ユナイテッドエアラインズホールディングスは期限までに新型コロナウイルスワクチン接種を行わなかった600人近くの従業員を解雇する計画を進めています。同社関係者が9月28日に明らかにしたそうです。ユナイテッド航空は8月、アメリカ国内の6万7000人の従業員全員にワクチン接種を義務付けると発表しました。関係者によると、接種期限である9月27日を過ぎたため、ワクチン接種を受けていない従業員593人の解雇手続きを開始しているそうです。これら従業員は正式な解雇会議の前にワクチン接種を選択すれば雇用は継続されるそうですという内容です。これ難しいですね。あのね、アメリカは労働市場が開放されてるんですよ、はい、ね、で日本とすごく状況が違ってて、僕はある大学で、まあ、学長の事務代理の時にね、そういう雇用なんかやってたわけですよ。そしたら外人の先生雇うとね、雇う時ね、外人のもう日本人はもう 100% ね永久に就職、つまり定年まで就職を希望するんです、はい、もう当たり前なんですけど、うん、外人はね驚くべきのに僕は最初驚いちゃったけど3年にしてくれって言うんです、契約、うん、ね、3年で辞めたいと、自分辞める可能性がある、だから自分が3年で辞める権利を保留してくれと、うん、保証してくれと、こうなんですよ、はい、うん、でね、これは何でかって言ったら労働市場が開放されてて、いつでも別の会社に移れる、別の会社に高い給与で別の会社に移るところことが自由な制限だっていうんで、ユナイテッド航空ってね一回潰れた会社ですからね、これね、パンアメリカンが一番よくてそれが潰れて、今度ユナイテッドが潰れる。僕がちょうど海外旅行にしょっちゅう行ってた頃がユナイテッドが一番良かった。で僕が海外旅行行き始めた時はパンアメリカンが一番良かった、はい、ユナイテッドになったのね。デルタなんて今ちっちゃな会社が大きくなっちゃって、そうするとねユナイテッド、これはねユナイテッド航空関係の技術を持ってる人がユナイテッド航空にその勤めなきゃいけないんだったら非常に問題、うんうん、で日本みたいなとこはダメこれ、だからアメリカのユナイテッド航空がやってるから日本の穴ができるかとダメなんですよ。日本は途中で職が変えられないから、だからその分だけ保護しなきゃいけない絶対に。だからこのこういうこれはですね、雇用のその自由化は本当にいいことないんですよ。雇用の自由化なんて全然良くないんですよ。いい給料を求めてフラフラするってことだから、そんなの進められないんでね、やっぱり自分の人生でしたい仕事をするとか、そっちを大切にするっていう日本の考えの方がいいんだけど、そういう考えだったらこれはもう全然ダメですね。人の自由を制限しますから。だけどアメリカの場合どう考えるかっていうのはアメリカの文化の中で考えなきゃいけないんで、私はねアメリカの会社でユナイテッドがこれやるとね、
相当ユナイテッドは打撃受けて、客も減るし従業員も減るんで、他の会社が出てくるかもしれないですね。だからユナイテッドにとってこれが経営判断が正しいかという問題になるので、まあちょっとすぐには分からないという感じですね。やっぱ日本人の価値観から見るそのニュースの内容というとやっぱ違ってきますよね。そうすると、はい、それがまあ一番大きいのが最近ではアフガニスタンでね、うん、だから全然あのタリバンのことに対して、うん、タリバンが言ってるのは女の人が自由に安全に あれもっとね あれでしたね、内容が難しかったんですよ、はい、女性の就労禁止についてはね、はい、まあ、簡単に言うとタリバンの言ってるのは女性の通学の安全が保障されたら別に構いませんよっつってるんです、うん、ある意味では、はい、だから勉強が重要か命が重要かとか、それから東京の 青山に住んでる人は勉強できるけど、どっか滋賀県はダメだとか、そういう話なんですよ。だからそこのところは本当に今桃子さん言ったようにね、外国のニュースってのはよっぽど外国のこと分かってて、外国のそういう状態も倫理も分かってて初めてね、言えるかもしれませんね。難しいですね。続いてはこちらの話題です。フランスカトリック教会の児童性的虐待、司祭ら約3000人関与、被害21万6000人ということで概要です。フランスのカトリック教会内での児童性的虐待問題を調査する独立委員会は3日、1950年以降に児童を虐待していた司祭や教会関係者が2900から3200人に及ぶことを AFP の取材で明らかにしたそうです。しかもこの数字は最も少なく見積もった結果だと述べたそうです。そして被害に遭った児童は1950年以降21万6000人に上るとのこと。独立調査委員会は2018年国内外の教会を揺るがした児童性的虐待スキャンダルを受けてフランスカトリック教会が設置しました。2年半にわたり教会や裁判所、警察の記録の調査と目撃者の聞き取りを行ってきたそうです。調査では児童性的虐待の加害者が聖職にとどまり続けることが できた教会内部のメカニズム、特に制度化された仕組みや文化的な構造に切り込み、今後へ向けた提案を行うとしていますという内容です。そうですね。ですね、宗教の歴史っていうのはですね、基本的にはですね、人間のやることは正しい、人間のやることは正しいけども、こういう考え方で生きなさいっていうふうに進んできてるんですね。ですから例えば男女関係、セックスの問題ですと、古い宗教ほどセックスを禁止してるんです。で、まあ、簡単に言えば一番最後にできた三大宗教 あのイスラム教ですね。イスラム教は別に結婚は認めてるわけですよ。だって結婚を認めないと人類絶滅しちゃうじゃないですか。食べるなみたいなもんだからね。食べたらダメかっていうとね、まあそれは昔の宗教が古いほど食べるのをちょっと禁止してるっていうか、そういう感じを持ってる宗教はあるんですけど、それは次第次第に治ってきますね。それから日本でも親鸞聖人になりますと、肉欲再退っていうかね、まあそういうのを認めるようになります。それでやはり宗教の発達っていうのは、まあ宗教っていうのは紀元前1000年ぐらいに出てきたんですね。なぜ紀元前1000年ぐらいに出てきたかというと、鉄器ができたからですね。それで生産鉄器のクワ、鉄でできたクワが、それまでね石のクワかなんかで畑掘ってるんですから、もうどうにもなんないんですよ。生産量上がらなくて、だからもう全員で100人が100人畑掘らなきゃならない。ところが鉄のクワだったらサクサクといくでしょ。もう生産量がぜん増えちゃって、まあ、暇な人ができてきて、それで軍隊だとか戦争が増えて宗教が流行ってきたわけですね。だから宗教とか戦争って暇な人がいないと、畑を耕してる人で100人が100人だと戦争にも宗教にもならないですよね。で、まあ、そういう世界でできたもので、まあ1700、それから1700年間がどっちかっつったら女人禁制だったわけです。だから絶滅宗教なんですよ。それがまず一つですね。それからもう一つはですね、このカソリックっていうかキリストっていうのはどういう教えを言ってたかすると、キリストはもともと司祭とか嫌いなんですよ。もうこれはもう聖書をよく読むとね、もういつも非難してますよ、イエス・キリストさんがね。
こんなな神社構えてお寺構えて司祭とか言って威張ってんのなんだっつって、こういうのが邪教だとかってもう暴れたりしてんですよ、キリストがね、腹立てて。だからローマ法王なんてのはもちろんダメなんですよ、だからローマ法王の宮殿をまず壊して、で暴れ屋にして、そこでみんなが住まなきゃね、その大きな歪みがこういうのを生むわけですね。で生んで、しかもそれがもう長い間キリスト教の聖職者の児童虐待セックスっていうのはね、もう何回も何回も怒られてんだけど、それがなくならないのはなぜかと、それを処分したらなくならないんじゃなくて、この3000人全部クビになるでしょうけど、それじゃなくてね、やっぱりキリスト教はイエスに、イエス様が言ったことに帰るということじゃないとね、イエス様っていうのは大ぐらいで、それ酒もいっぱい飲んで、まあ人生楽しもうやっつってた人なんだから、だから、まあ、本当に偉い人なんですよ。だからイエス・キリストがあんまり偉かったんで、他の人がついていけないっていうだけですね。だからこの問題は本当に陰湿な問題で、ものすごく長くからあるんです。しかも一人の僧侶が1000人ぐらいの児童を性的虐待したんですよ、山ほどあるんですよ。だからこれはね、やっぱりヨーロッパ文化っていうのが日本人の文化よりはるかに劣ってるんですよ。野蛮人なんですよ。そう日本人が思うきっかけになればいいですけどね、はい、続いてはこちらの話題です。ノーベル物理学賞に真鍋氏、概要です。今年のノーベル物理学賞にアメリカプリンストン大学上席研究員の真鍋淑郎さん90歳が選ばれました。真鍋さんは地球温暖化研究の先駆的存在で、1950年代末からアメリカに渡り、コンピューターを用いて気候の変動を分析する研究分野を開拓しました。その後、二酸化炭素濃度の上昇が大気や海洋に及ぼす影響を世界に先駆けて研究し、現代の地球温暖化予測の枠組みを築きました。日本のノーベル物理学賞の受賞者は2015年の梶田隆明さん以来12人目ですということです。そうですね。これは記事が間違ってるんです。はい、新聞社とかテレビが地球温暖化を牽引づけるために言ってるだけで、はい、真鍋さんの業績は地球温暖化じゃないんです。うんうん、ちょうどですね、90歳の方で、まあ、僕よりか一回り上なんですけどね、ちょうど僕よりか一回り上の人たちが初めてコンピューターを使って自然現象の計算ができるようになった。その時に、まあ、僕なんかも、やっぱり同じようなことで、僕は計算機の方の研究には行かなかったんですけど、日本で初めてできたオキタック、オキ電機の計算機使ったり、まあ、その時代ですね。まあ、ちょうど研究が波に乗ったというのは IBM の360、370っていうのは優れた、だけどこれはビジネス用でしたけど、まあ、それに開発された計算機とかですね、まあ、科学的な科学用の計算機も出てきました。僕の友達の桑原邦夫さんっていうのもそういうコンピューターを自宅に置いて、まあ、一生懸命やったわけですね。それで今度の受賞っていうのはどういう意味があるかっていうと、コンピューターというものを科学計算の中に持っていって先駆者なんです。ただその研究分野がたまたま彼は地球の CO2 の変化とかそういうものに対するグローバルな変化を研究対象にしたっていうだけで、ノーベル賞受賞対象は温暖化ではないんですね。でそれからもう一つは、この時代に真鍋さんは全然悪くんじゃないですよ、はい、真鍋さんは非常に立派な功績があるんですが、真鍋さんと同等もしくはもうちょっと良かったっていう人がいっぱいいます、僕なんか知ってるんですけどね。ただみんな死んじゃってる、ちょうどその時期的に80歳90歳ぐらいの人が該当するんです、これに。それでちょうどそのコンピューターが出てきて、それをみんなが自然現象に使えないのに、そのまあ今この真鍋さんとか桑原さんとかそういう人たちがね、どん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 積極的に使っていった、まあ、その人たちはもうあらかたは自滅しちゃってるんですよ、高くて値段が、研究の値段が。だから僕の知り合いの桑原さんなんかも80億も借金抱えて潰れちゃったと。でみんな創生して若くて死んじゃった。ところが彼はね、温暖化やってたから、温暖化じゃないんですよあれ、なんていうか気象大気とかそういう状態が気象にどういう影響を与えるかっていうコンピューター計算の世界はね、国から金が来たのね。だから、まあ、研究も続けられて、まあ、こういうノーベル賞を取って、まあ、よかったと思いますね。それから彼が自身で言ってたように、この分野っていうのはコンピューターを発見したんじゃなくて、
コンピューターを気象現象にアプライした応用したっていう研究だから、従来は絶対にノーベル賞出ない分野です。ですから彼もそう言ってましたね。だけどノーベル賞は最近ここ10年ぐらいは、まあ、実際的なもので役立ったの分野にも出そうってことで、まあ、スウェーデンやってますので、スウェーデンのね先行はそれと間違ってないと思いますが、まあ、そういうことですね。ですからおめでとうはおめでとうですが、まあ、彼が一言ね、自分たちと一緒にコンピューターの最初で物性物理の方面もいろんな方面で、コンピューターを使って初期の研究ですからみんなバタバタと死んでいったと、その中で自分は生き残ったんでこういう栄誉を、そのね浴びたんだから言ってくれるとね、まあ、僕らその現場を知ってる人間は心が和むんですよ。それからもう一つはね、なんでアメリカから帰ってこないんですかって質問にね、日本のような同調社会では私はうまくいかないんですって言ったんですよ、ね、学者っていうのは同調しちゃいけないんですよ。だって学者が同調すると新しいもの出てきませんから、誰もが、まあ、異常者なんですよね。だから異常者の中で当たった、あの学者ってね10人いたらね1人がノーベル賞取ったらね他の9人がダメなわけじゃないんですよ、運なんですよ。だって全員が分かんないんだから、自分の研究がどうなるか全員分かんなくてやり始める、能力もみんな一緒ですよ。それでやってるうちに一人が運よく当たるわけですよ、ね、だからまあそういうもんなんでね、まあもちろん日本からノーベル賞出るの非常にいいけど、まあ、分野としてはこういう分野なんで、まあ、本当はねやっぱりもうちょっと基礎分野からね、あの青色ダイオードも基礎分野ではありませんでした、はい、でこのところ基礎分野から受賞者が出てないんでね、私なんかはやっぱ基礎分野から日本人がノーベル賞出てほしいなと思ってますね。やっぱ基礎分野は圧倒的にまだヨーロッパが強いんですね、まあ、そこのところはまあノーベル賞はどんどんもらっていいんですけど、まあ少し考えるところもあるっていう感じですね、はい、で続いてはこちらの話題です。45歳定年制ということです。こちらの前回時間がなくて持ち越していた話題になるんですけれども、概要です。サントリーホールディングスの新浪社長は先月9日経済同友会の夏季セミナーにオンラインで出席し、ウィズコロナ時代に必要な経済社会変革について、45歳定年制を敷いて会社に頼らない姿勢が必要だと述べました。政府は社会保障の支えて拡大の観点から企業に定年の引き上げなどを求めていますが、新浪氏は社会経済を活性化し新たな成長につなげるには従来型の雇用モデルから脱却した活発な人材流動が必要との考えを示しました。その後 SNS などで批判が集まったことから、定年という言葉は使ったのはちょっとまずかったかもしれないが、45歳は節目で自分の人生を考えてみることは重要、スタートアップ企業に行こうとか社会がいろんなオプションを提供できる仕組みを作るべきだと述べました。関連する視聴者の方からの質問がございますのでご紹介します。45歳定年制が良いかどうかはともかく、社会の変化、技術の進歩が早い時代ですから、何十年のベテラン選手も安心してはいられません。100年人生の職業、仕事に対する考え方や身の振り方は今後どうするのが良いのでしょうかという質問です、うん、まあ、あの喋った人の悪意もありませんしね、はい、それからヨーロッパにかぶれてるのも、まあ、かぶれてるからこそ社長とか会長になるんだから、うん、ね、それはまあまあいいような気がします。45歳というのはアメリカの概念なんです。これは、うん、アメリカ人の理想は45歳で退職して、はい、あとは遊んで暮らす、うん、どうしかったら日本人は仕事をすることが善である、いいことである。アメリカ人は貧民に仕事をして自分は遊んで暮らすのがいいことである。だからもう考え方が180度違うんですよ。アメリカの憲法に勤労の義務なんつったら、何勤労の義務なんてあるはずないじゃないかと、勤労の権利だったら認めてもいいよとこういうわけですね。ですから、まあ、ヨーロッパ化した、ヨーロッパアメリカ化した今の会社のトップとしては、まあね、45歳という数字もアメリカから取ってるし、考え方いいと思います。しかしこの考え方の裏にはね、能力のあるやつだけ生きてる価値があるっていう考えがあるんですよ、ね、それからやっぱりよく言うんですけど、どんどん技術が進んでいくから、その技術にキャッチアップしていかなきゃいけないんだ、それは本人の責任だっていう人がいるんですよ、はい、何が責任なんだ、僕に言わせりゃ、ばあさんがスマホを使えないと当たり前じゃないかと、そういうスマホを作った方が間違いだってのは僕の考えなんですよね。だから人間っていうのはさっきの話と同じですけど、生きてることに意味があり、みんなにばあさんだったらお茶を出す、おむすびを包んでくれるね、何でもいいんですよ別に、それが価値があるんで、
そのお茶を出してくれたりおむすびをね握ってくれたりするおばあさんがスマホとか会社を起こす人よりか劣るという考え、これがヨーロッパの差別感なんですよ。それは日本はないわけですよ。その象徴が天皇陛下であり、その女性尊重の社会なんですよ。だから僕はまあそのこういう人たちが早く目覚めてね、やっぱ日本流の全員参加でやると、いや時々言ってんじゃない、高校野球で全員参加とか、はい、そのエースだけじゃないんだとか、 そうですね、それですよ日本文化、はい、そう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 。だからアメリカじゃさ誰が60億の契約者とかそんなんだけど、日本はもともとプロ野球でも一人一人の収入なんて言わないんですよ、うん、ほとんど変わんなかったわけですよ、はい、誰がチームに貢献したなんてことも言わない、みんなで9人でやろう、もしくはベンチも含めてみんなでやろうっていうことですから、うんうん、ベンチにいる人だってね、うん、ピッチングなんていうかバッティングピッチャーやったり、はい、それからキャッチャーがいなければピッチャー投げられませんから、そうですね、まあ、そういうことで成り立ってるという考えが日本ですからね、うん、だからまあこういう、まあだけど本人もまあ少し皆さんも天然はねもちろんなくすのよ、天然っていうのはもうとる年齢差別ですから、うん、だからそれで仕事を続けた方が人生にいいから、うん、だから福祉予算を減らすっていうことは老人の幸福に結びつくわけです、うん、もう福祉予算があったらねやっぱり人間だからぼやっとしてても寝てても金が来るったら寝てますよ、早く死にます、生きがいもありません、だから、まあ、できるだけそういうのから老人も苦労してやるということが必要でしょうね、まあ、僕なんかその当人ですからね今日これあの埼玉にいて、はい、明日は姫路、はい、明後日は出雲、はい、次の日群馬、ここでねもう本当冷やかされちゃいますよ先生もその年って何ですか、だって僕は別にね苦痛でやってるわけじゃなくて、そうするとやっぱり歩きますしね、やっぱりムンボさんが特にそうだけどちょっと歩いただけで元気になりますよね、そうなんですよ、意外とね疲れてると思って、うん、ゆっくりしちゃうとなかなかこの体がね思い通りにいかなくなるというか、逆に少し適度に動かしていた方がずっとエンジンが過度に僕なんか過度にテニスやったりした方が私は結構適度にしないとやりすぎちゃうなと思って、ね、変なことにね今日は寝てて疲れてんなとかきついなってあるわけですよ、うん、僕の年で、はい、その時に寝ると余計疲れちゃう、うん、ね、寝疲れしちゃう起きてちょっとそこら辺ジョッキングしたり、はい、テニスの練習なんかしたら、うん、もうさっぱりしちゃって、うん、そのシャワーなんか浴びたら元気になりますよ、そうだから筋肉痛なんかも緩和されるような気がするんですよね、動いた方が、ね、だから僕も今日ここから次の日は愛知、次は姫路、次は出雲、それから群馬となってるけど、これが健康にいいんですよ、まあ、あんまりご無理なさらない程度に電車の中でちょっと美人にも会えば思っていいんだけどなかなか会わないけどね、最近なかなか会わないんですか、だって空いてんだもん、あそう、だから今はもう ご婦人女性ほとんど乗ってませんよ、簡単に、やそうですか、うん、だから解禁になって、はい、なんとかって安くなるやつがあったじゃないですか、あ、はいはいはい、変な GoTo トラベル、はい、ああいうのがあれば女性がどんどん出てくるんだ、はい、もう今はもうつまんない旅ですけどつまんない交渉できないのは残念ですけれどもね、はい、ということでそろそろ先生お時間ということでございます、はい、はい、今日はなんかいろいろねあの固いお話から、あとはなんかこう見方っていうんですかね、ニュースの見方みたいなお話をいただいたので、非常にあの参考に私自身もさせていただいたような気になっておりますけれども、まあ、はい、あの桃子さんはそれ取り出してるけどね、はい、やっぱりちょっとこれを作る人が不幸な人生を送ってるんじゃないですか、もうあのおなじみの方にはね誰かっていう名前がねピンポイントで分かっちゃいますけれどもね、はい、あの元気にやっておりますので大丈夫ですからね、はい、ということで、以上ですね、お時間はここまで、番組の内容はここまでです。次回の放送のご紹介ご案内ですね、10月22日の金曜日午後7時から友達 TV からお届けいたします。いや今度はあさってかなんかに、はい、あの出雲ツアーがあるじゃないですか、出雲ツアーが、はい、ね、僕は、まあ、1日目に参加して、はい、ヘリクサ言いますけど、小柳先生がね、
いやー、小田井先生ご案内のね、あの出雲旅行なんてもうまたとないですよ。そうですね、またとない、だからお天気がいいといいですけれどもね。あ、そうか、はい、あ、多分ね、大陸の高気圧結構張り出してるから、大丈夫じゃないですか、ね、素敵な青空の下で、素敵な思い出がね、たくさんできることを本当にお祈りしております。小田井先生あんまり頭がすっきりされてるからあんまり日当たりがいいとどうだか奥さんが一緒に行かれるから大丈夫かもしれないですね。あの今日あたりもあのこの埼玉県はですね、熱中症予防なんていうのも予報が出てたりということもありますので、まあ秋口ではありますけど、皆さん引き続き体調管理などねして、お過ごしください。それでは以上をもちまして武田邦子、秋のね、はい、秋の秋の味覚とか秋のね、はいはい、松茸も出るとか、あれは現代社会ではマイナスになるかもしれません、旬の食材ということですか。昔はね、夏にものすごい体力が減るんですよ、もうヘトヘト、それで冬は今度越すのが大変なんですよ、暖房がないから、その間の秋に栄養をつけとこうっていうんで、美味しいものも出てくるからっていうのが味覚の秋なんですよ、ところが最近はもう夏の体力も衰えない、冬も暖房があるから秋にうっかり食べるとね、糖尿病になります。ちょっと体重とか気になっちゃう感じですね、はい、だからそれはあの自分の生活に合わせて、はい、昔とは違うよと思っていただいたり、そうですね、大事なことですね、はいはいはい、以上をもちまして武田邦子の本当の話、今回はここまでとさせていただきます。今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。次回もお楽しみに。先生ありがとうございました。どうもありがとうございます。